今日も始まりましたズンズンチャンネル。今日はですね、ジュニアさんと私ドラでお送りしたいと思います。なんでお前なんすか。はい、どうもやってきましたズンズンチャンネル、しまいさん。うわっすーわっすー。何何すんの。今日はね、ジュニアさんに、はい、いつもね、もらってばっかりなんで、はい、今日ジュニアさんに僕からのプレゼントと言いますか、うん、プレゼント。はい、プレゼントやろ。プレゼントです。じゃじゃ、プレ…何やねん。あ、プレゼン。それを言いたかったんです、僕は。あ、プレ…何プレゼンを。プレゼンね。はい、この場を借りてね、ちょっとさせてもらいたいなと思います。プレゼン企画ですね。そうです、そうです、そうです。このズズンチャンネルももう、かれこれ10ヶ月、もうすぐ1年になりますか。何言われてるんですか。なるでしょ。なんか下手やな、お前。早く進めてくれ。いやいや、もう皆さんおかげさまで、はいはい、もうね、チャンネル登録者数も5万人を超えまして、はい、なんかお前の番組みたいな感じになってない。ちゃうで。ジュニアのレッドスパイダーのズンズンチャンネルですから、もちろん、はい、で、ちょっと僕なりにいつもね、お世話になってるんで、はい、ちょっと貢献したいと思いまして、はいはい、ちょっとね、ズンズンチャンネルをね、はい、もっといっぱいの人に、たくさんの人に見てもらいたいためにはどうしたらいいかなと思いまして、はい、あ、どんどん新しい企画をね、僕なりに考えてきたので、はいはい、それをちょっとジュニアさんにね、はい、今日プレゼンしたいと思います、はいはい、よろしいですか。何すんの。でね、ちょっとね、今日はね、用意してきました、このボックスと、はいはい、この紙をね、はい、この中にも紙入ってます、はいはい、こっちが僕が手に持ってるのが A、はい、で、この箱の中に入ってるのが B、はいはい、で、これを組み合わせて、もう組み合わせるだけでもう新しい企画がもう生まれますから。ほう、はい、それはちょっとなんかいいよでしょ、はいはい、一回ちょっとね、試しにちょっと一回だけ、一個だけちょっと例でやってみたいと思うんですけど、いいですか、はいはい、じゃあ一個じゃあ選んでください。好きな選んで、好きな、はい、一枚だけ選んでくださいね。はい、これをじゃあ置いといて、はい、もう一個じゃあ B を選んでください。こっち選ぶ、ね、はい、あ、引いてもらいましたか。はい、じゃあこれで何もないよね。はい、もう企画できましたから、いきますよ。感動、はい、釣り、あ、じゃあもうできましたよ、はい、はい、レッドスパイダーの感動する釣り企画。はい、もうこれでもうそうそうないですよ。大事やねん、感動する釣りって。いや、それはやっぱり行ってみて、釣りでなかなか感動することないですよ。いや、なんやねん、感動の釣りって。いや、それはやっぱズンズンチャンネルならではのやっぱ感動の最後、オチが待って。お前順番おかしいな。ジュニア釣りで感動とか、そういうこと。そうです、もう一回やりましょう。そうです。何やねんお前。レッドスパイダーの後の続く言葉、これじゃあ A から選んでいただいて、はい、はい、次 B です。選んだよな、はい、ここからやな、今回お願いします。今からやな、はい、お願いします。はい、いきますよ。いきましたか。放送事故、はい、焼肉、はい、レッドスパイダー焼肉で放送事故。ほら、できますよ、これで。これサムネに上がってくださいよ。レッドスパイダーの焼肉で放送事故。いや、こんなん完全あれやん、もうイメージできてんもん。あ、どんなイメージですか。だから焼肉焼くやん、はいはい、で焼肉焼くやん、はいはい、でその肉を、はい、あのちゃくちゃ熱いのを、うん、お前に事故やろ。それは放送事故ですね、うん、ただ、まあ、もう大怪我してますからね、血入れてますからね。そう、そういうことです。だからじゃあやりましょう、これ。いや、これはやらないです。例えばの話、これはやらない。いやいや、やりますよ。やらない、行きましょう、焼肉で、もうジューってやったらいいでしょ。とか、もうお前を焼くとか。まあ放送事故やな、それは。まあ、そういうことです、そういうことです。お前を焼くとかやな、そういうことです。とか、炭をビャーってやるとか。いや、もうちょっとこう、なんか放送事故や。いや、放送事故やけども。わかる、わかる。あ、これやりましょう。じゃあ、A を引いてください。これですね、はい、じゃあこちらお願いします。レコーディング、レッドスパイダー秘密のレコーディング。うわ、やらしい。これはなんかうわーってなりますね。秘密レコーディング、いつもの企画でもレコーディング、反対でもいいでしょ。レコーディングの秘密。いや、それはもうマジなやつじゃないですか。まあ、秘密のレコーディング、はい、そうです。もうそれはもう今出ましたよ。あ、どんな企画ですか。お前を撮んの。僕を、はい、僕がレコーディングルームに入って、はい、はい、香り元カノ。元カノっていうのかな。
元カノ香りっていうの。何言うてるんですか僕。じゃあ、香りって言うたら。あ、香水ね。香水か。何を言うてるんですか。香りって言うから。元カノいじられてるのかな思って、また。え、元カノ香りってよ。いいやないですか。ああ、いいよいいよ。だから、香りちゃんもゲストで言いましょう。もうええやないですか。関係ないでしょ。香りと、ダダの秘密のレコーディング。俺、だからどっか行くから。いや、もういかんねえし。レックボタンだけ押してどっか行くから。元カノやで。関係ないじゃないですか。いいよ。大丈夫、そんな。秘密のレコーディングかな。これちょっとむずいね。ちょっと難しいですね、これはね。ちょっと置いておきましょう。これはちょっと保留ですわ、うん、秘密のレコード。いや、僕じゃなくてもいいですから。それ、もちろんですよ。マットンさんでもいいってこと。もちろんもちろん、誰でもいいです。はい、こんな感じで、じゃあどんどん行きましょう。はい、じゃあ、はい、これで激痛。お、うわぁ、これはレッドスパイダー、はい、激痛の散髪。うわなんや、まだなんか痛いのばっかりやな。これはもうお前、俺がお前を散髪するやんな、はい、散髪ってそんな痛いもんじゃないですよ。だからあの俺流の散髪やから、ハサミ使わへん。何使うんすか。手で抜くの。激痛やなそれは。いいっすか。いや、ええことないでしょ。やらないですか。もうハサミ刺すからな。もうそうですね、激痛ですからね。いや、まあさすがに、まあそんなしかないよな。カミソリで切るとか、そんなしかない。そんもっとあるでしょ。そんなしかないことないでしょ。激痛やで。まあまあまあ大丈夫。まあまあ、まあ、でも僕じゃなくてもいいですからね、これ。いや、お前しかおらないでしょ、こんなできんの。これいいですね、やりましょう。いや、もうこれじゃあ2個目の方できましょう。まあそんな感じでどんどんいきましょう。こんだけ企画生まれるんですからね、すぐ。ドライブ、おドライブ B からは説教ドライブ。これはもう危ない運転しろってことか。いや、まあまあまあ、その法律の中でね、できる範囲内で。説教ドライブか、はい、ドライブしながらダダを絶叫させたらいいとか。そういう、まあそうです、そうです。いや、僕じゃなくてもいいんですよ。だからなんで。別に。だからドライブしながらお前の秘密をずっとバラしていく、はい、で僕がそれに対して絶叫してるってことですか、うん。買い物。買い物。どんな買い物をするかですね。史上初の買い物。お、史上初の買い物。だからもう誰も買っ、買い物か、買ったことないやつか、めっちゃ高いやつか。か、そうですね。もうこんな人種っぱいちゃうん。あかんでしょ。YouTube 内で何をやってるんですか、それ。いや、何すんこれ、史上初。いや、それをまあまあいる考えてね。何史上初の買い物って。はい、でもサムネで史上初の買い物って出たら。でも人種。いや、ダメこれ。ダメでしょ。大暴走。大暴走、うん、大食い。お、大食いで大暴走するの。うわ、難しいっすね。大暴走して大食いするの。これはもう俺とか無理やん。お前やん、これ。しかもやっぱこういうのって、はい、普通の食うても思わないやん。まあまあね、うまい棒だけでしょ。うわ、うまい棒をもうめちゃくちゃ食うで、で水なしで。まあ、大暴走してますね、それは。だからもう1万本とかで。いや、食えるか、1万本、うまい棒。無理でしょ、そんな。何も1000本。いや、そういう桁1個へ、もうあと2つぐらい減らしてください。100本。いや、100本もきついでしょ。100本うまい。いや、そんな全然大暴走なれへん。いや、うまい棒が、まあまあそう、大暴だから応援して、そっからもう10キロ走るとかでもいいですよ。そんなんいらんのよ。だから、うまい棒を100本水なしで1時間以内で。まあ、大暴走してますね、それは。で、じゃあもう、はい、今ちょっとゲーム。お、ゲームね。おうおうおう、はい、大当たりゲーム。お、いいじゃないですか。これあるね、こういう。お、大当たり大ゲーム。いいじゃないですか。ゲームで、ゲームを当てんのか、大当たりのゲームなのか。そうですね、どっちでもいけますからね。どっちしますね、うん、ゲームで。だからゲームで、なんか当たるまで変えられへんみたいなやつにしてんじゃん。だだか。まだ僕ですか。俺が変える。いや、一緒にやりましょうよ。これやりましょう。なんか当たるまでね、変えられへんやつね。そうですね。めっちゃあるな。それはね、考えてきましたから。また似たら、ギャンブル。お、ギャンブルね。ギャンブルのがあかんのちゃう。大炎上ギャンブル。おお。こんなん闇っていうのしかないやん。
から大炎上ギャンブルってもう闇のやん。これもうボツちゃいますか。もう大炎上もう投げ捨ててください。ボツで。はい、じゃあ行きましょう。流血。うわあ、流血出ました。じゃあ組み合わせで。ああ、いいや。デートで流血。デート流血。うわあ。デート流血。流血デートでしょ。流血デートか。はい。これはもうジュニアさん言ってくださいよ。いやだから流血デートは、はい、これは逆に、はい、俺らがデートするんじゃないね。あ、僕らじゃなくてデートしてるカップルおるやん。はいはい。それをお前がナンパすんねん。ほう。でお前がしばかれるやん。あ、僕が流す方。ほう。だからむちゃくちゃもうそうじゃないですか。あの怖そうなさ、もうヤーさんみたいな、はいはい、が女連れてるのあるや街とかで、はい、それをお前がその女の人をナンパすんねん、はい、まあ、そのヤーさん怒るやん。それ怒お前誰の女に手出してんねん。それ怒ります。ボコボコされるやろ、はい、で流血するやろ。これもう流血デート。わーわーじゃないですよ。俺行きましょう。で俺はカメラ撮っとくだけやろ。カメラ撮ってケラケラ笑う。助けに来てくださいよ。それ警察もよ。何ケラケラ笑う視聴者と。次行きましょう。レーモン出ますね、企画はね。号泣。お、号泣釣り出た。お、わあ、これはもう見えたな。見えましたか。これは海とかで釣るやん、はい、で、お前が落ちんねん海にな、はい、で、お前サメに食べられるやん、はい、で、俺が号泣すんねん。だだー、うーサメに食われた。いやダムでもいいで、ダム落ちるやん。でも帰らぬ人になってだだいいんじゃない。成立してる成立してるでしょ。感動。感動出ましたよ、はい、もう感動のスケボー。お、ジュニアさんもスケボーされますから、いいんじゃないですか。感動のスケボー、はい、これは無理。いやいや、いやそれやったらさっきの釣りで号泣も無理でしょ。いや、いけるよ。これはさっきのはいけて、これは無理だな。シルキンもスケボーしてるからさ。はいはいはい、いいじゃないですか。シルキン、あ、兄弟愛的な。そうそう、ほんで、はいはい、シルキンがスケボーでこけたときに、俺が、お兄ちゃん大丈夫って。はいはい、いいじゃないですか。で、感動、お前がするっていう。何がおもろいねん。絶対おもろないやろ、これ。俺ボツや。これはダメですね。あ、じゃあ残り2枚です。はい、行きます。はい、行きましょう。乱闘。お、うわー、やばいこれ。これはどうなるでしょう。巨乳乱闘。うわ、巨乳で乱闘ねえ。これはもう見えましたか。これこれも完全風俗企画やん。お、風俗企画、うん、巨乳の女と俺が乱闘すんねやろ。え、そこはジュニアさんっすか。いや、そこは俺。いや、そこは僕行かせてくださいよ。なんでそれだけジュニアさん行って、なんか違うな。じゃあ相手とってマットンさん。まあまあ、それはじゃあマットンさんに言ってもらいましょう。これマットンさんで、うんうん、じゃあ最後ね。最後ですか。これです。キャンプ。お、キャンプね。激怒。お、キャンプ。お、これ見えますね。もう見えたもん、久富やん、はいはい、これ久富兄やんで、久富の、うん、キャンプセット全部燃やす。うわ、怒りますよ。激怒。これは久富兄やん、怒りますね。久富が、まあキャンプ呼ぶやん、はいはい、で、久富来るやん、はいはい、で、あいつキャンプ道具めっちゃあるやんか、うん、でキャンプファイヤーしようやんって。お、それ全部、それをまあドッキリとしてるでしょ。え、ほんまに燃やさずに。いや、ほんまに燃やす。え、だって激怒やねんから。それ久富にはめっちゃ怒りますよ。そらじゃあないよ、激怒キャンプ、それしかないでしょ。それはもうジュニアさん言うと、僕はそのお前がやねんて。もう俺はあの遠くから見とく。で、ケラケラ笑って、うん、で、お前その激怒ダダーって言うてくれやろ。ああ、言う、問題ありますって聞いたやん。いや、問題しかないでしょ、そんな問題ないって言うわ。まあ、まあ、はい、できるんじゃないですか。ね、できる企画何個かありそうですね。あるそう、あるそう。はい。で、終わりですか、今日。今日はもうこれをね、もうお伝えに来ました。で、今日はもう、貸した子も休みなんで、もうちょっと遊びに行こうかな。そんで、始まった時から気になっててんけどさ、はいはい、なんなん、その麦わら帽子。今日、休みなんで、羽伸ばしに来ました。いやいや、羽ついてるけど、ここに。フラミンゴ。フラミンゴの羽ついてるけど。いや、もうありがとうございました。なんやねん、ちょっとちっちゃない T シャツっていうか、そのシャツ。いや、もう、いきます。ちょっと、汗かいてみよう。ということで、
これちょっとね、この企画やっていきましょうか。まあ、一番最初にやっぱりできそうなのは、今日の流れで言うと、釣りで号泣、ダダがサメに食われるシーン、見れると思うんで、またね、もう夏になりますから、夏海行ってダダがサメに噛まれるところね、撮りたいと思います。じゃこんな感じでズズチャンネル。